それから受験するにあたってなんですけれども、理科の対策をとにかく早く始めましょう。こんにちは、久米原啓太郎です。日本一詳しい大学分析シリーズ、今回は京都大学工学部編やっていこうと思います。この動画シリーズは京大生がガチで問題を解いて、その大学の入試情報、出題傾向をつかみ、対策方法、おすすめ参考書まで全て伝授するというシリーズです。得られる情報は配点、入試の傾向、対策方法、おすすめの参考書、対策スケジュールなどなどとなっております。動画の最後ではですね、受験に役立つプレゼントも用意していますので、ぜひ最後まで見ていってください。今回分析する大学は京都大学の工学部です。まずは入試情報の整理からやっていきます。配点分析です。共通テスト二次試験の割合はこんな感じになっております。二次試験が全体に占める割合は 80% ですね。まあ二次重視でやることに変わりはないんですけれども、地歴公民ですね、見ていただくと100点と非常にね点数高いんですね。全体のうちの 10% がこの共通テストの地歴公民となっております。なのでこの後もね述べるんですけれども、正直ね共通テスト対策をがっつりやるっていうことではないです。あんまりね特に国英とかに限って言うとそんなに対策する必要はありません。ただ地歴公民に関してはかなり早い段階からやっていくといいですね。ということで入試の基礎情報のまとめになります。こちら2020年度のものですね。はい、情報学科と情報学科以外でですね、非常に差があります。合格最低点ね見ていただきたいんですけれども、1000点満点中の570点が情報学科ですね。これ 57% なんですけれども、情報学科以外はですね、503点から539点、50から 54% ということでかなり開きがあるので注意をしてください。で共通テストの得点目安もですね変わってきています。 85% の81から 83% ということですね。偏差値も 67.5 と 62.5 から65と、大きくね情報学科とそれ以外でね開きがあるということですね。それから受験するにあたってなんですけれども、理科の対策をとにかく早く始めましょう。理科ね、2科目ありますから、かなりね、大変だと思います。結構ね、1年生、2年生の間はね、英数をね、中心にやっていて、理科はね、ほんと3年生になってからって方多いんですけれども、少なくとも1科目はですね、もう2年生の早いうちからね、始めておくっていうのがすごい重要かなと思います。でそれからですね、国語の勉強にあんまり時間を取られないようにしましょう。最低限にします。ただ、最低限とは言ってもやるべきポイントはありますので、それはね、科目別のところでお話をしていきます。で共通テスト対策もね、あんまり意識はしなくていいです。特に国英ですね、意識する必要はありません。ただね、さっきも話したように、地歴公民に限って言うと、がっつりね、意識をしていただきたいなと思います。はい、次に対策スケジュールのイメージです。まずね、理想系、うまく進んでいってる受験生の場合は、過去問演習開始6月ぐらいにできるといいですね。で通常の方、多くの現役生はですね、9月ぐらいの開始になるのかなと思います。ただ耐えということで、耐え10月と書きました。もう少なくとも10月には、遅くとも10月にはスタートできるといいかなと思います。で共通テストの対策開始はそれぞれ11月がいいのかなと思います。これね、ここ理想通常耐えで共通テストのね開始時期を変えてる大学もあるんですけれども、大学学部学科もあるんですけれども、このね京大の工学部の場合はですね、共通テストの対策開始は理想の方も11月から早めに取り組んでおきたいし、通常の方は学力的な意味で言うと先にやらなきゃいけないけれども、でもね過去問の演習が遅れている分結局11月になり、耐えの方もね同様の理由で11月になっているということですね。それでは各科目の分析に入ってまいります。まずは英語からですね、読解が2問、和文英訳1問、重英作文1問という形になっています。対策のポイントなんですけれども、読解問題はですね、部分和訳と内容説明問題中心ですね。ずっとね部分和訳というか、部分和訳だけだったわけなんですけどね、内容説明問題も登場しましたね近年で。かなりね高度な内容を読む力と内容を咀嚼してまとめる力、どっちもね必要になります。もうかなりね高い構文解釈力、精読力がね求められますので、きっちりね対策をしていきましょう。それからね、重英作文ですね、語数指定ありません。ただね、いきなりバッと書き始めるんじゃなくて、しっかりね論理の構成作ってから書くっていう練習をねしていく必要がありますね。で和文英訳についてはね、ここに書いていないんですけれども、和文英訳もね読解問題と同様非常に求められるレベル高いです。なので英作文の対策ね結構早めにやるのが大事かなと思います。おすすめの参考書としては、やっぱり京大の、ね、英語27課年挙げておきました。こちらでですね、できる限り多くの、ね、過去問に当たって対策をしていくというのが大事になるかなと思います。次に数学です。出題形式はですね、2020年のものを挙げておきました。こんな感じですね。複素数平面から始まり、よく出るね、整数倍の数なんかもあり、微積もあり、最後、回転体の図形が6問目ということですね。記述式の6問の問題から構成されております。
これで注意点なんですけれども、ただね、正解の答えが出ればいいってわけではないんですね。途中に論理破綻があったりとか飛躍があったりすると、答えが合っていても大幅に減点されます。なので、ただ答えが合っているだけでも論理は破綻していたりとか飛躍しているっていう問題と回答よりもですね、回答は計算ミスまで間違っているけれども、しっかりね、論理的に分かりやすく記述されている答案の方が確実に高得点が取れます。ただもちろんね、計算ミスしていいって話じゃないのでね、気をつけてくださいね。なので、絶対ね、数学できる方に記述をね、見てもらって添削してもらうっていうのが必要かなと思います。それから計算力、問題の構造を捉える力、回答の表現力ですね、こちらがね、問われてきますので、普段の学習の中でですね、これら鍛えていってほしいんですね。計算力ね、さっきね、なんとなく重要じゃないよ的な流れになりましたけど、そんなことは全然ないので、計算力も大事です。普段の問題の中で計算をミスしたらですね、自分がどんなミスするのかっていうのをリストアップしておいて、自分のしやすいミスっていうのを把握しておいていただいて、計算スピードを上げるということですね。ケアレスミスをしないで計算スピードを上げるという練習ですね。それからですね、問題の構造を捉える力、回答の表現力ね、こちらも非常に大事ですね。なので、しっかりね、問題が何を通ってるのかっていうことをね、捕まえる練習を普段からする必要がありますね。おすすめの参考書はですね、京大数学プレミアムを挙げておきました。こちらですね、ほとんど京大の過去問からね、集められてるんですけれども、すごい古い問題からもですね、現代の入試に役立つところっていうのはね、ピックアップされて載っているので、27カ年でね、やるのももちろんいいんですけれども、それとは違った目線からね、すごい古いところもね、勉強になりますので、今回ね、おすすめの参考書として挙げさせていただきました。はい、続いて国語に入っていきます。出題形式はですね、現代文2題の古文1題ですね、評論の文理共通問題が1問と、評論の随想的な問題ですね、理系の問題が1問と、でそれから古文という構成ですね。現代文はですね、文学、人生、言葉に関する文章よく出てきます。苦手なところがある方はですね、そのテーマ詞的なね、参考書で勉強されるのもいいかなと思います。現代文はね、100字程度の記述がね、品質です。記述問題のね、回答力磨いてください。ここもね、数学と同じで論理の破綻があったりとか、意外と多いんですね。学力高い人であっても主語述語がね、対応してないとか、自分で書いてみるってね、なかなか別の能力なので、これは絶対ね、自分で書いて人に見てもらうっていうことをした方がいいかなと思います。時間かけすぎも問題なので、現代文に至ってはそうですね、もういきなり過去問に入ってもらってもいいですし、そうでない方もね、1冊ぐらい現代文のね、読解に関する参考書をやってから進むぐらいの感じでいいのかなと思います。過去問ベースですね。はい、それから古文はね、和歌が品質です。普段から読み慣れておく必要がありますので、隙間時間とかでですね、100人一首のなんかこう、漫画で書かれてるようなものでもいいですし、一応構文解析と構造解析かな、しっかりあるようなね、品詞分解されてるようなものとか使って、なんとなくパラパラと見ておくだけでもね、だいぶ慣れると思いますので、やっておいてほしいなと思います。でですね、古文に関しては本当にそのさっきね、時間かけないと話したので、じゃあもう古文捨てようみたいな方いるんですけれども、それはもったいないです。京大の古文って意外と取れるんで、理系古文特にね、取れるんですよ。京大のね、理系の人でも古文結構なので、古文ではね、完全無視するっていうのはお勧めしないです、という意味も込めてですね、おすすめの参考書こちらを挙げさせていただきました。富井の古文読解を初めから丁寧にですね、こちらですね、非常に短期間で古文の読解を身につけていくっていう風な参考書なんですけれども、非常に分かりやすいです。どんどんね、読めていきますので、こちらね、やってからですね、過去問演習やっていくといいと思いますね。もちろん古典の文法と単語を覚えた上でですけどね、覚えた上でこちらの参考書を1冊さらっとやって、で過去問演習に行くと、そういう形にできればいいんじゃないかなと思います。続いて物理に入っていきます。物理出題形式ね、近年の主流な形はこんな形、電磁気学が1問の、力学1問の、熱力学、波動電子物理という形ですね。対策のポイントなんですけれども、物理の、ね、基本法則、公式ですね、に関する深い理解が問われます。それから、条件を把握する能力、情報を処理する能力、計算能力ね、いろいろ問われるんです。近年ね、すごい難化傾向にあります。超難化傾向なんで、強い精神力もね、必要かなと思います。物理現象の、ね、本質をつかむ訓練を、ね、していく必要があるんですね。なので、公式に関しては本当にね、深くまでしっかりと理解しておく必要が、ね、あるかなと思います。おすすめの参考書としてはですね、名門の森物理挙げさせていただきました。こちらですね、しっかりもうこちらに載ってるような問題は全部ね、さっと解けるようにしてからですね、過去問にがっつり取り組んでいくと、そういった流れになるかなと思います。科学に入っていきます。科学ね、出題形式近年のものです。無機論の符号問題があり、理論分野で科学1の有機、科学2の有機と、そういった形ですね。はい、理論分野ではですね、科学平衡必ず出ます。なので、科学平衡と有機がね、こう2本柱というかね、2個の主要なポイントになってはいるんですけれども、もちろんね、他の分野もまんべんなく勉強していきましょう。
理論科学に、ね、通底した本質の理解ですね、これしてないと問題文とかリード文ですね、この文章そのものがわからない、その文章が理解できないということになりますから、まあ、理論科学の分野はですね、もうかなり本質まで踏み込んで理解をしていく必要があるかなと思います。ということで、おすすめの参考書としてはですね、科学の新研究、こちら挙げさせていただきました。まあ、問題解いたり、過去問解いたり、知識を入れながら、新研究でどう書かれているのかなということで、読んで深くまでね、本質まで理解していくという勉強法がおすすめです。ということで、ここまでで各科目の勉強法等々をね、お話してきましたけれども、さらに詳しく知りたい方はですね、無料で個別相談会というのもやっております。まあ、詳しくはね、動画下の概要欄からですね、飛んでみてください。ここまで見てくれた方にプレゼントがあります。今回の、ね、スライド、このね、あのパワーポイントのスライドをすべて、ね、プレゼントいたします。こちらですね、持っておくと随時、ね、参照してね、情報欲しいなと思った時に確認できますから、ぜひ、ね、ダウンロードしてみてください。受け取り方法なんですけれども、概要欄からですね、僕の公式 LINE に登録をしてください。こちらで、ね、無料で登録できます。でですね、トーク画面で兄弟03と、入力してください。そうするとですね、今回のスライドがすべて送られてくる仕組みになっておりますので、ぜひ、ね、スライドゲットしてほしいなと思います。公式 LINE ではですね、僕のこの動画の、ね、更新情報だったりもそうですけれども、僕がねこれまで学んできた勉強の方法だったりとか、まあ、僕がね兄弟にトップ合格したノウハウ、そんなのもね LINE の中で配信していきますので、ぜひね引き続き登録いただいて、まあ、参考にしてほしいなと思っています。このチャンネルではですね、僕が兄弟にトップ合格した経験からですね、受験生に役立つ情報をどんどんと配信していきます。ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それからですね、大学分析、この大学やってほしいとかね、この学科やってほしいとかね、そういうのがありましたら、ぜひね、コメント欄で聞かせください。随時ね、対応していこうかなと思っております。それからね、こんな動画やってほしいなとかっていうのでもね、ぜひコメント欄でください。感想等々もね、コメント欄でいただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。